平ら森もりを呼び止める熊谷な青座ね。その背中に大きな赤いホロを覆う。永星文庫像、一の谷河川図屏風より、修行十種より、大和国民は写像を陶具ホロらず。ホロに使われた布室町時代には膨らませるための、カゴも使われたホロは、日本の武士の道具の一つ。やや石などから防御するための甲冑の補助部具で、 兜や鎧の背に、幅広の絹布をつけて、風で膨らませるもので、後には旗差し物の一種ともなった。ホロは、ホロ、ホロ、母足、ホロともかく。ホロは、古くからあり、後には、武士の七つ道具の一つとされたほど由緒ある道具で、ある。古代のホロは、鎧の上から全身を覆う、ョイという戦法であり、防寒のためだったとする説もある。それが、 平安時代末から鎌倉時代になると、ホロは剣ホロとなった。縦に縫い合わせた長い絹布を首、兜、と手の甲などに紐で結びつけて、それが風をはらんで膨らむことで後方からの弓矢や石を防ぐ役割を果たした。また前方に対してもホロを頭から折って矢を防いだとする説もある。日本においては、 古代から中世まで長らく弓を主武器とする戦闘法が用いられており、隙間の多い大鎧をまとって馬を狩る、当時の武士には適していたのであろう。しかし騎馬戦闘が廃れ、南北朝時代頃から集団戦に移行したことで、古式の頃は実用性が低下し、見栄えが重視されるようになった。内部にクジラのヒゲや竹などで作った骨を入れて、 常に膨らんだ形状を維持できるように変化して、前には、出汁というものを立て、櫛を持って、鎧の後ろに刺して、敵味方に自分の存在を示す標識ともなる刺し物の一種となった。ほよ刺し物は大きさも大型化し、10メートルを超えるような巨大な布がたなびくものもあった。戦国時代に鉄砲が伝来すると補助防具としての実用性は失われたが、 大正側近の近所や使い板だけが着用を許される名誉の装飾具となった。新井白石の本朝軍機構では、ホロという表記はその形状と用途から妊婦の絵名になぞらえたものであるという説を載せているが、民族学者、港方熊楠は中国古典により、羽衣の字を写し間違えたという説を主張していた。ホロ引き。 日本三大実録の上岸12年3月16日の上には、小野遥が、甲冑の薄さを補うために、大量の、ロを朝廷にったという記事が見られ、この頃から用いられていたことが確認される。この時代はまだ武士の大鎧は形成されていない。中きには、永久元年、玄栄時の老獣が、甲冑の上に流れ屋を防ぐためのホロという布をまとい、 これを一族の風として習い、その老い、源、茂成の老中たちも、旧安三年の合戦で身にまとい、人目を驚かせたという。十二世紀中頃では、武士甲中による集団が揃って、フロを身にまとうという行為は、まだ珍しかった。安ず明第十八巻には、県任三年九月九日、佐根友公が初めて鎧を着した回りしとき、葛中は、 母路塔を着する次第孤児を授けたてまつったの記述が登場する。文英の役の際、紅のほをかけた、被護国の大将、菊池次郎武房が、もう個人の首二つを立ちとなぎなたの先に刺して、持っていたという記録がある。武房は、仲間の死体の中から起き上がって、かろうじて生き延びたとあることから、かなりの混戦だったと見られるが、紅のほが確認できるあたり、 しぎられなかったとわかる。15世紀末前後成立のカラスサギ合戦物語の第8滅しだい、清楚、着手七老石管、くぐい、越後守る上落のことの上にはホロについて詳しい記述があり、それによれば本式は暮れないであり、赤白の色もあり、これは恩用の二色であるとし、白は老武者がかけるものと説明している。大きさについては、 大幅五尺、すなわち五尺の長さで約36センチメートル幅の布を5枚縫い合わせたもので五大五仏を表し、他に八の八尺や十の一乗のものもあると記し、縫い糸についても区電ありとする。その色から大きさ、製作まで進行と密接に繋がっていたことがわかる。また陣中でかけるほろ、合戦時にかけるほろ、小戦にかけるほろ、 不律のかけるほろ、内死にが確定した状況でかけるホロと、状況によって使用するホロは異なるとしている。カラス詐欺物語が記述された15世紀時点では、紅、ない、赤、白以外の色の記述は見られない。上泉信伝の、君越州の巻十実験には、ホロをかけた武者の首は国門にかけてはならず、仏法で、ホロ武者の首を何の配慮もなしに国門にすれば、 その首は成仏できないとの理由から扱いに気をつけるようにといった内容の記述があり、あえて打ち字にする際はホロをつけたともあり、ホロで首を包むのが決まりとなっていた。つまりホロを身につけているのといないのでは、首の扱いに大群差があった。武士の組織化が進んだ戦国時代には、ホロは赤や秋など目立つ色で着色されており、敵味方からも識別しやすいホロは、 大名の精鋭の武士や本人と前線部隊の間を行き来する使い板に着用が許される名誉の軍装として使われることがあり、それら使い板の集団をホロ衆と称した。次節で紹介する織田信長のホロ衆が特に有名である。織田氏の植生を参考にしたと思われるが、豊臣秀吉にも木ホロ州や赤ホロ衆、古衆ホロ州大ホロ州などがあり、 江戸時代の諸藩の中にも、東道家や仙台だて家などのように、軍政としての位置づけは境外化しているが、側近を表す名誉職として、ホロ州を置く藩があった。織田信長の軍には、馬回りから選抜された、信長直属の使い版である、黒ホロ州と赤ホロ州があり、これはそれぞれ黒と赤に染め分けたホロを背負わせた、ものであった。小瀬保安諸の信長記によれば、 これが制定されたのは、A60 年のことであり、黒幌衆は10名、赤幌衆は9名で、以下の人物で構成されていたとある。しかし、美の国高木氏の古文書、高木文書にはこの他に、黒幌衆に、平井久右衛門と、伊藤武兵、赤幌衆に、浅井新八、小田薩摩守、伊藤製造、岩室長戸守、山口飛田主、沢木藤八郎、 長谷川京介、厚見を坂部進む、金森五郎八、加藤や三郎が任じられたとしており、山が祖公著の部下時期では、下記のように黒ホロとして十三名、赤ホロとして十七名が列挙されている。信長のホロ衆は、地位としては黒ホロ衆と赤ホロ衆に格差はないようであるが、関都市へ今日お話では、ホロ衆ではなかった、戸田勝成が、 前田敏恵に対して赤ホ掘衆は少し人の覚えも薄よ用に去るこうと言って、つまり黒ホ掘衆の方が格上だったと話しており、メンバー的にも黒ホ掘衆があやや年上で、先に記されていることからも黒の方が上位と考えることはできる。両ホ掘衆の構成員の事業はバラバラであり、括弧が動員できる、軍事力には差があったはずだが、同じホ掘衆として扱われている。 ホロの図、和漢三歳図へより、出雲伊波比神社のやぶさめ祭りホロム社の装束は、金沢百万国祭りや京都祇園祭り、松江武者行列などで披露されるほか、宮内庁では、朱名藩による古式和術、ホロインが伝承されている。石川県金沢市の小山神社境内には、背にホロをつけ、十文字槍を掲げた馬場の前田と家像が立つ。 年家は9人からなる赤ホロ衆を率いたと言われる。出雲伊賀日神社のヤブサメ祭りでは矢をいる3人の乗の子が神社に入る際、それぞれ白、紫、赤のホロを身につける。イギリスのテレビ番組エンシェントディスカバーズが2009年12月放送のエンシェントスペシャルフォーセスの会においてホロの効果について検証している。ありがとうございます。